ヘイロー、ゴースト・オブ・オニキスはビデオゲーム・ハロシリーズを題材としたアメリカの小説である。作者はエリック・ナイランド。本作は時系列的に言うとヘイロー2とヘイロー3の中間となる。ただし後半に関してはヘイロー3と同時期に近いようである。基本的に本編主人公マスターチーフではなくゲーム本編には登場しなかったサブキャラクターたちが主役。 アメリカでは2006年10月31日に発売され、日本では2012年9月25日に翻訳版が発売された。26世紀では国連宇宙司令部が人類の主要な組織となり地球外への移住やテラフォーミングなどを積極的に行っていた。しかし突如として現れた地球外生命体コブナントは人類の存在は神への冒涜であるとして人類に。 大使聖戦を呼びかけてきたのであった。アンスックは科学力でコブナントに大きく遅れをとっており、数年の間に大多数の植民惑星を失った。アンスックはコブナントにも対抗できるサイボーグ兵士スパルタン部隊を戦争に投入するものの、結局その本拠地である惑星リーチは跡形もなく破壊されてしまった。スパルタン117の マスターチーフを含め、わずかに生き残ったスパルタンたちは人類と地球を守るために戦い続ける。スパルタン計画の立案者、キャサリン・エリザベス・ハルシー博士は、鬼のある惑星オニキスで古代文明の遺跡を発見し、それの調査に当たっていた。しかし何らかの影響で、オニキスの防御システムが作動してしまったらしく、防衛ドローンのセンチネルが起動。それにより、博士たちは、 身動きができなくなってしまう。ここは、機密レベルの高い場所であるため居場所を外部に漏らすようなことは望ましくないが、一同はアンスック地球本部に救難信号を送ることにした。これにより生き残った、わずかなスパルタンのフレッド -104 と、リンガ -058、ウィル -043 と、アンスック艦隊がオニキスへ派遣されることとなった。しかしやはり、 この信号はコブナント軍にも傍受されていた。惑星オニキスへ到着したアンスック艦隊はコブナント艦隊と交戦し、ステルス偵察艦ダスク以外はすべて撃沈されてしまった。一方、あらかじめ別のルートでオニキスへ向かったスパルタンたちはハルシー博士たちと合流。ハルシー博士の調査によると、ここは古代文明の フォアランナーが建造したアーティファクトであり、以前マスターチーフたちが発見した究極の大量破壊兵器、ハロからフォアランナー自身を守るためのシェルター世界だという。アンスック艦隊を撃滅したコブナントたちは惑星オニキスへの降下、進行を開始。やがては、ハルシー博士たちのところにも追手が迫る。これらから博士たちを守るため、 カート・アンブローズ・大佐は2発の核爆弾を起爆して、オニキス中央部へのルートを封鎖したのであった。一方、オニキスの防衛システムであるセンチネルたちは、軌道上のコブナント艦隊を撃滅。同時にその光景とオニキス表面での核爆発を、アンスック偵察官、ダスクは見守っていた。その後、オニキスのシェルターエリアに退避し、 一同の式を継承したスパルタン2のフレット -104 は言った。ここから脱出する手段を探そうと、ありがとうございます。